P1 哨戒機についてみんなは知っているかな？レーダー照射で有名になった哨戒機だな。今回はこの意外な性能について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊が現在運用している P1 哨戒機は初の純国産哨戒機として、それまで日本の海を守ってきたアメリカロッキード社が開発して川崎重工業がライセンス生産していた。P3C をライオンの後継として2013年から配備が進められているよ。P1 哨戒機といえば2018年12月20日、日本海で怪しい動きをしていた韓国海軍の駆逐艦ヒロカイド大王に接近したところ、攻撃用の火器管制レーダーを照射された事件で有名になったのは記憶に新しいよね。韓国海軍はアメリカ海軍に倣ってか、艦名呼称に人名を用いることが多いことで知られているが、この航海度大王は古代朝鮮の高句麗時代の英雄王の名前ってわけ。ちなみに韓国海軍の潜水艦の呼称にも人名が付けられていて、こちらは日韓併合時代に日本に抵抗して独立に貢献したとされる活動家などの名が付けられているのだが、欠陥や故障だらけの潜水艦が多いのは周知の通りだぜ。かの事件においては日韓双方の言い分に食い違いがあり、結局のところ双方が正当性を主張したままうやむやになっているが、その後の情報を見る限りでは韓国の方がうやむやにしたい話であろうとの見方が強くなっているな。この事件の現場は日本の排他的経済水域内で、韓国側の主張によれば航海度大王があの現場にいたのは遭難した北朝鮮の漁船を救助していたら、日本の飛行機が超低空飛行で威嚇してきたためにレーダー照射で追い払おうとしたとしているのであるが、海上自衛隊が公表した映像を見る限りではレーダー照射された前後における P1 哨戒機の高度は超低空ではないんだ。P1 哨戒機から撮影された映像には、確かに航海度大王と漁船らしき小舟と韓国の警備救難艦3本与とゴムボート2隻が映っていて、救助していたとの証言を裏付けていると言えなくもないんだけど、韓国艦艇に対して威嚇飛行しているようには見えないよ。P1 哨戒機が航海度大王と3本与に接近したのは現場が、日本の排他的経済水域 EEZ の内側であるのだから記録撮影のために接近するのは当然の行動だし、航海度大王もそれは当然知っているはずだから海上自衛隊の哨戒機が接近してくれば自らコンタクトを取るべきであるのだが、それをせず接近してきたからとして攻撃に使う火器管制レーダーを照射する行為は、少なくとも友好国の航空機に対してすることではないよね。また、P1 哨戒機から複数の周波数で呼びかけをしていたが全く反応はなく、そのことについて韓国は通信環境が悪く受信できなかったとしているのであるが、映像を見る限りでは晴天で海は穏やかであり通信環境は良好であったとされ、もし韓国の言い分通りに無線を受信できなかったとしたら、無線機の故障としか考えられず韓国海軍の駆逐艦の無線には欠陥があると公表しているようなものだろう。ただし、これについてはその後に韓国海軍が公表した動画で P1 哨戒機からの呼びかけが明確に聞き取れていたことが判明してしまい嘘であることが明白になっているぜ。この事件については韓国が北朝鮮への国連制裁を破る、いわゆる瀬取りに協力していたのではないかとの見方もあって、いつもであればいつまでも執念深く抗議してくるはずの韓国が何も触れてこないことからも後ろめたい何かがあるのであろうとの憶測を呼んだままになっているな。この事件で注目された P1 哨戒機は、2000年に P3C の更新時期が迫ったことで当時の防衛庁が次期固定翼哨戒機を国内の技術を育成することも兼ねて国産化することを発表。2013年に正式採用され、その開発費は後に C2 輸送機として正式採用となる次期輸送機と共同開発することとして合わせて3400億円とされているね。日本としてはこの国産哨戒機を世界に売り込みたいとの思惑があって世界の航空省や航空見本市に出展し、P3 を使用している各国に売り込みをかけていたのであるが、ボーイング社が開発した哨戒機 P8 ポセイドンとの争いは分が悪い状況なんだって。ニュージーランド、ノルウェーはすでに P8 哨戒機の導入を決定しており、残る有力な導入候補であるカナダもどうやら P8 に決まりそうだとされているほか、
ドイツも P1 哨戒機を採用するための形式証明の取得が難しく導入までの時間がかかるとして難色を示しているみたい。P8 はボーイング社が開発した米海軍向けの哨戒機で、同社の737型旅客機を改造したものだな。日本の P1 哨戒機との性能を比較すると巡航速度は P8 が 810km に対して P1 は 833km。実用上昇高度は 12,500m に対して 13,000m、航続距離は 8,300m に対して 8,000m と、レーダー性能、兵装搭載能力など P1 の方が高性能であろうとの声があるものの決定的な差はなく、どちらも高性能の哨戒機とされているぜ。この両機の大きな違いは、P8 はノースロップ・グラマン社が開発した無人偵察機 MQ-4C とライトンとの連携を想定して開発された点にあるらしい。アメリカ海軍とオーストラリア海軍は MQ-4C をすでに採用していて、連続作戦時間の長さを生かしこれによって常時海上を監視させて不審目標を発見したら、P8 を派遣するとの運用方法を想定しているとされているね。この MQ-4C は海上を低高度で監視することでより確実に不審艦艇や潜水艦を発見しやすいとされる利点に加えて、有人哨戒機を常時飛行させておくよりも運用コストが安く済むみたい。また、アメリカ海軍は現在開発中の無人潜水艇エコーボイジャーとの連携も想定していて、連続航行距離が 12,000km 以上で 3,000m まで潜航可能は、この無人潜水艇とのマッチングで P8 の対潜哨戒能力が短期での哨戒能力を大きく上回るとしているぜ。このように P8 については将来に今以上の発展が期待できるメリットがあることに加えて、P1 はコストが高いとされていて、日本以外に導入する国は現れないとする見方が多いわけだ。P1 については近年における潜水艦の静寂性向上が著しいことから、対潜哨戒能力の向上が図られ研究が進められているね。戦闘式システムをより充実させるための情報融合能力の向上や、レーダー、光学センサー、音響センサーの信号処理技術の向上などの他に、使用機材の COTS リフレッシュが検討されているんだって。COTS リフレッシュとは商用オフザシェルフの略で、機材に既製品のソフトウェアやハードウェアを採用することで開発期間短縮とコスト削減が期待できるとされている手法だな。これによって P1 哨戒機の値段が少しでも安くなることが実現できれば、我が国の防衛予算削減に貢献するだけでなく、海外への輸出販売展開にプラスになると期待されているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。